こう見えて立派な5歳児ですから。じゃあ最初は駅前の遺跡のところに集合よ。え、現地集合？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、キャップとヨヨコおばさんが宿題って言われとったけど、あれは実際に何かしらのイベントがあったりとかするんかな。とりあえず虫を追って新聞社の前までやってきたけん、行ってみたいと思います。いつも通りっぽいな。出すかね。よしこくんは相変わらずロッカーの上から僕のことを見ているけど、ドキそもそも仕事の量が少ないから暇なのかもしれない。うんうん、しんのすけがもっとたくさん記事を書いて持ってきてくれたら、忙しくてそれどころじゃなくなるのにな。ドキドキ。書けるような記事はもうなかったのかしら。火を吹く恐竜、火を吹く人間大発見。本当に人間なのかな。きっと違う。これだけやけど、まあすごい内容じゃない？今日はどんな記事ができ？見て見て。なかなかの記事だ。素晴らしい。モンシロチョウの方が上なの。なるほど。新之助記者の記事による新規契約数は125人。イエーイ、お小遣い60円。よし。今回は、アッソーの大自然、モンシロウ30匹も、そして火を吹く天使、火災保険に入りました。なるほど、いつ火事になっても大丈夫なように。絶対これが、一番大きい記事やろ。人生相談、山あり谷あり、それが楽しい。まだそうやってチラ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 見てるんすか？お？このシチュエーションはドラマなら、こんなナレーションが流れるシーンだわ。ついにキャップからデートの約束をもらったヨシコ。もらったの？なんと、日の山食堂で一緒にご飯を食べることになったのだ。デートなのか、それは。やった！ヨシコの思いはキャップに届いた。それでもなぜかまだこうしてロッカーの陰に身を潜めて、キャップの姿を目で受けないけなヨシコ。この子は仕事をしていないのかい？そして彼女はふとあることを思い出した。もし新聞社を大きくすることができたら、しんのすけと人生初のデートをするという約束があったのだ。めっちゃ嫌そうやね。よしこはしんのすけとの約束を守ろうと考えました。よしこ姉さん。お？しんちゃん、約束通りあなたとデートしてあげる。あら。うほい、よしこ姉さんとおデート。一応終わりか。キャップのやつはその食事に誘ったってことはそこで言うつもりなんかな。伴侶役、私の人生初デートだからしっかりエスコートしてね。人生初デートが好きな人じゃなくてどうするんだ。テニスコートエスコートよ、紳士的にね。でも5歳児やけんね。お任せあれ。こう見えて立派な5歳児ですから。じゃあ最初は駅前の遺跡のところに集合よ。え、現地集合？恐竜に踏まれないように気をつけてきてね。一緒に行くんじゃないんすか。5歳児相手に恐竜に踏まれないように気をつけてきてね。めっちゃ酷じゃない？遺跡はこっちだったかしら。今一場所がね。こっちやったよね。遺跡。ここの前を通っていったらいいかな。ショートカット。まあ、そこまでショートカットせんでも大丈夫やと思うけど。どこ？こっち行けばいいんかな？駅前側？お、おった。来たよ。ここからいろんな事件が始まっているのね。骨。私最初はここで発掘のアルバイトをしてたのよ。マジで？そんな力仕事系？それがきっかけでキャップさんと知り合いになったの。取材に来たとかそういうことかな。人生何が起きるかわかりませんな。なんだよ、人生何周目なんだよ。本当にそうね。まさか恐竜の骨が出るとは思わなかった。
次はロープウェイの駅に集合よ。恐竜の骨が出るとは思わなかった？そこはキャップの話の流れやろ。ういー。びっくり。そういえば後ろから来よったよね。わがまま恐竜 WQ。どうも、お久しぶり。お久しぶりでもないな。いつも夜になったら庭におるもんね。こんにちは、いい天気ですね。この辺りでは山の上に雲がかかっていないとき、しばらく晴天が続きます。おや？このお話も聞いたことがあるぞ。しんのすけはそう思いました。繰り返す。晴天ってなんだっけ？晴れだよ。晴天？満天？こんなに綺麗な晴天なら、千点でも満点でもあげたいですね。怖い恐竜がやってきてずっと不安に思っていたからかな。晴天を見るとなんだか心が癒されます。はしゃいでるのは子供たちだけなのかな。そしてあそこに、よしこちゃんが。ちょっと待ってね。一郎さんと、お！虫。どっちや？こっちか。うぅ！新しい虫。トンボ？新しいトンボや、新しいトンボ。やったね。はい、来たよ。あっこからここまでめちゃくちゃかかった。今から切符を買ってくるから、ちょっとだけ待っててね。了解。そこにはちゃんと人がいるんだね。これに乗っていくの？そうよ。チケット売り場のお姉さんとか見えてもいいと思うんやけどな。お、博士の研究所が。面白い構図やね、なんか。研究所がさ、ロープウェイの中から丸見えっていうのもどうかと思うんやけどね。もうちょっと拡散？研究所やのに。なんか恐竜牧場って感じ。山頂ステーションに着いたよ。デートを楽しんでる。蜂だらけやね。どうだった？楽しかった？ほら、お姉さんと一緒なら何でも楽しいぞ。まあお上手ね。まあきっと本音だよ。なんかデートコースとしてはどうなんやろって感じやけど。噴火口。このシチュエーションはドラマなら、こんなナレーションが流れるシーンだわ。キャップとヨシコはついに気持ちを通じ合う。そこしんちゃんじゃないんやね。しかしヨシコはしんのすけとの約束を果たすため、人生初のデート相手にしんのすけを選んだ。あ、なるほど。ちゃんと会っとったんか。こうしてしんのすけの実らぬ恋は、その大輪の花を咲かせた。しんちゃん、花を咲かせてしまうのかい？目がキラキラ。あー、さっきすぐ近くを飛び寄ったなんかスミレ色の蝶々がすごい気になっとったんやけど、あれは捕まえとったやつなんかな。楽しかったね、しんちゃん。じゃあ私は新聞社に戻ってます。お、よしことラブラブシンドローム終了。サブクエストがまた終わった。また一つ終わった。楽しい楽しいデートができてよかったわ。昔トンボ。今は今。今トンボとかはおらんのかな。あ、でさ、次はあの、ヨヨコおばさんと、サブローさん。あっこはどうなったんでしょうか。踏まれる踏まれる。母ちゃんとどっちが強いかな。確実に恐竜でしょう。じゃ、気になるけん、ヨヨコおばさんたちの様子も見に行こう。今回は。あ、ちょっと聞いたこーっと。なんか最近恐竜がいなかった頃が懐かしいぜ。あの平和な日々が帰ってくるのだろうか。いや、これはこれで平和なのかもしれない。俺たち人類にはそう思えないけどさ。お腹すいた。お前はマイペースだな。大丈夫よ。まだお腹は大丈夫だったはず。ん？今なんかキラキラ光売らんかった？お、これは。
七星テント、あれキラキラ光るものじゃないな。おらんくなってしまったんか。くそ。あれどうした、悩み事？何でもすぐに壊しちゃうって言ってたけど、何を壊したの？例えばララコが近くを歩いただけなのに、ガソリンスタンドに雷が落ちたり。やっぱり運が悪いってこと？違う違う、壊すのが上手ってこと。そこにララコの偉大さを感じてちょうだい。やっぱりわけわかんないと思うけど。なんか久々にその話題を聞いた気がするぞ。クロアゲハなんか綺麗よね、すごい。まあさすがに履いてないか。履いてないよ。ちゃんといつも通りのよ。で、ややこおばさん、ややこおばさん。今きっとサブローさんと、まさに一緒にいるはずなので。背中のひまちゃん。うん、一緒のことを言ってるね。珍しく一緒のことを言えるね。どうでした？同じことしか言わないっすね。どんだけ日本バラタナゴが気になるんだよ。どんだけなんだよ。ここで、なかなか、く、なんだ、進展はないのか、君たちは。なるほどね。一回でいいけんさ、ヒロシが働きよるとこ行ってみたかったね。そういうのもあればよかったのに。なんでないんだ。だま。お母さんがしんのすけにプレゼントをあげるって言ってたけど、もうもらった？もらったよ。もしまだなら昼間工房の前に立っているお母さんに話しかけてみて。話しかけました。秘密基地の恐竜バトル大会がお母さんにバレちゃったんだ。でも怒られなかったよ。そうだ、新聞社に戻ったって言ったけん、ちょっと、追いかけてみますか。じゃーん。どこから行くんだっけ？あっち行ったら、あれよね。あれ？ここに来てしまったな。違う違う、こっちじゃないんすよ。おーっと、こっちに出てきてしまった。ふら、新聞社に行きたかっただけなのに、めちゃくちゃ回り道を。どう？その後のお食事のところまで見れないのかしら。今、新聞の売り上げは現状維持。うんうん。このままだとやばいの？しんちゃん、どうしよう。でも、4000人が買ってくれよんやろ？大丈夫じゃね？お、4353やって、めちゃくちゃアップしたやん。ねえ、いや、それでやばいとか言われましても。今日はどんな記事ができた？まだないぞ。紙面になったものはすぐそこのロッカーに貼ってあるから見てごらん。今日はね、とりあえずトンボが。水のきれいな渓流に住み、生きた化石と呼ばれるよ。そしてついにデート。駅まで一緒に歩いたり、ロープウェイで山頂へ。ついにデートしたけれど、心ここにあらずだったかも。ありがとう、楽しかった。なにこれ、切ない。しんちゃん、なんか大人だわ、すごく。なるほど。まあ、その後はあれかな。しんちゃんが疲れ果てて帰って、晩ご飯の時間ぐらいになるんかもしれんね。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。これで、まあ、ヨシコちゃんとのデートはサブストーリーとしてクリアしたけど、あとは、ヨヨコおばさんとサブローさんはどうなるんやろ？あれはサブクエではないんかな？気になる。まあでも多分、伴侶がどうたらこうたらみたいなところで多少の進展はあるんかもしれんけど、急に結婚がどうこう言い出したしね。